片手錠1個2円50銭と大阪のなんか手錠メーカーのようですね今。はい、続いて週刊朝日です。こちらが昭和17年の9月の20日20日号です。そしてからこちらが昭和20年の5月の6日号です。6ですね、6日号です。まあ、まずパッと見てわかるのは昭和20年は、カラーインキが使われておりません。あの白黒ですね。紙も少ないですし、明らかにこう薄いんです。持った時にこちらの方が厚みもありますし、カラーです。まあ、この辺にすごくこう当時の条件情勢の変化というものを感じますけれども、ちょっともう少し見ていきましょう。はい、というわけでこちら昭和17年9月20日20日号ですね。早速開いていきましょう。昭和17年ということは1942年ですね。ああ、なるほど。空だ男の行くところ、まあ、こちらの飛行兵ですね。これは航空兵の写真。すごいですね、吉川英治が話してますね。新しき高度を旅してと、どこ行ったんだ、マニラ、メナード、マカッサル、スラバヤ、バタビア、ショーなんていうのはこれシンガポールですね。バンコク、サイゴンと、戦火に輝く南方各地を勝破し、画壇の巨匠、橋本関節画伯と相携えてと、こうインドネシア、メナード、こう旅をした様子がこう語られてますね。陸軍航空教育館、そういうものがあったんですねとしか言いようがない。所沢かな、多分所沢なんでしょうね。今はもう所沢には航空記念公園というのがありますからね。あ、ここにありますもんね。あの明治末年徳川大尉が使用したライト式飛行機とその発動機とエンジンですね。へえ。翼の夢は伸びる、10時間で地球の裏側まで。かつてこんな人もいたと。鳥人間ですね、今でいうとこの150年前、備前の幸吉かな、幸吉でいいのかな、空を飛ぶという。まあね、空を飛ぶっていうのは人類の夢ですよね。あ、これすごい民族衣装だ。あ、かわいい。なんかこの女子、あ、これは違うか、なんだろう、満州族の女の子かなとかね。東京高砂、あ、これは台湾ですね。当時の共栄圏人物絵図だそうです。昭和17年の9月ですからね。まあいわゆるこう日本史的にはもうミッドウェーの海戦とかは終わってますけれども、それでもまだまだこんな風に大東亜省の構想なんていう風に、大東亜共栄圏というものが民間の論壇の中では賑やかだったということを伺わせる、そういう内容になってますね。工場防空にナショナル覚醒装置を、これは何だろう、覚醒装置というのは、まあ多分この図から察するにアンプというか、ここに音声入れてっていうことなんでしょうね。そうするとこう、ここから別のこう覚醒器というかスピーカーにつながって音が出ると、こういうことでしょうねきっと。ナショナル、すごいですね。この時期からこのフォントなんですね今もうでもナショナルないですけどね、パナソニックになっちゃいましたもんね。はい、というわけで次は昭和20年、薄っぺらいですよ、薄いですよ、紙質も悪いですよ。さっきとあの手に持った時に明らかに違いますよ。ボロボロで、そうするともう記事がさっきとは一転してますよ。前線基地に描く特攻隊の闘魂と、こういう風になっちゃった。もう写真もないですもん。淡々たる気持ちで突入、やっぱ悲壮感漂いますね。
首相沖縄へ放送で近畿鬼滅の方と、まあ、だから完全にもうそういう時代。あ、ペタンだ、ペタンペタン老元帥の心境を思う。まあもう5月ですからね、ヒトラーは自決した後ですもんね。まあ、ドイツは 5月6日時点だとどうだったかな、また戦ギリギリ戦ってるって感じなのかな。あと面白いですね、勝つための政治、老首相というのはこれ鈴木貫太郎のことですからね。鈴木貫太郎は勝つための政治をしろと、こういう風な圧力をかけております。高度防衛に振るう糸満の人々、まあ、沖縄戦が激しくなってきたんだなという感じですね。あ、これなんかあれですね、あの雪の研究で有名な中谷幸一郎先生ですね、研究難物語なんていうこういうコラムを連載されてます。硫黄福島、栗林忠道大将伝、これは連載の4回目だそうですが、あ、これ面白いですね。5月の菜園、これやっぱり自家菜園ということでしょうか。東京伊勢を標準として5月上旬に植え付けるのに適当な野菜、例えばキュウリとかトマト、かぼちゃ、ナス、なんだ、里芋、玉ねぎかな、これはなんだ、板書、あ、板書か、板書ですね、これはね。なるほど、血栓貯蓄にとか、ね、細胞強化、ビタルミン剤これですよ、電球を、ね、大切にと、で生産に全力を挙げていますがご家庭用は少なくなりますから、あ、お宅の電球を大切にしてください。これがちょうど3年前の9月だとこうだったわけですよね。こう覚醒装置を買ってくださいと、防空に使えますよと、こういう状態だった、しかもカラーだったのがモノクロームで、こう電球を大切にと、生産に全力を挙げているけれども家庭用電球は少なくなるから買えというんじゃないですよね、大切に使ってくれと、そういうことを企業が言うようになるっていう、まあ、この辺は非常に対照的だなという感じがいたします。色もやっぱり違いますね、全然違うんだな。このやっぱりパッとね、手に持った時のこの紙の質感であったり、こう目に入ってきた時の色の感じで、こう選曲というか時局の変化というものをすごく感じさせられます。そんな雑誌2つだったと思います。はい、というわけで今回は古本市で買ってきた、小雑誌というんでしょうか、まあ、ちょうど昭和の戦時期の雑誌を3つ買ってきて、見比べてみました。まあ、非常にどれもこうその時期その時期のですね、時代の様子というものを非常によく伝えていて、とても比較しながら見ていて面白いなと思いました。まあ、これらについてまた何かこうご存知のこととかありましたら、ぜひコメント欄の方で教えていただけると幸いです。それでは。